楽屋とかで耳にする言葉、うん、それのカルタをちょっと作っていこう。聞くなぁ。M1 の予選や。どうもかまいたちです。さあ本日は、はい、芸人がよく口にする言葉セリフカルタ。まあ、よくね楽屋とかで耳にする言葉、うん、はい、それのカルタをちょっと作っていこうということですね、はい、今回はあ行、あ行埋めていきますか、うん、で、うまくいけば YouTube グッズとして販売。なるほど、うん、そこまで考えてます。なるほど。まずははいはい、山内さん、あいつの方がボケな。よう聞くわ。あ、俺逆や思ってた。 あいつの方がボケな。よう聞くな。確かにコンっぽいよな、 うん、あの見た目でみたいな、ね、そうそうそう、はいはい、挨拶いった。聞くな。先輩のね楽屋にそうそうそう誰々さんもう入ってはったで、入って入って、ね、もう挨拶いった。挨拶いった。まだまだ、うん、あ、一緒に行こう、一緒に行こう、挨拶いった。あるね。はいはい、山内さん、あの後すぐ帰った。打ち上げとかなんか行って、自分が先帰った、自分がちょっと先帰って。あるわ。次の日その一緒だったメンバー、 あの後すぐ帰った。めっちゃあるわ。ああいいっすね。あの後すぐ帰った。あの後すぐ帰った。言うな。いいねいいね。R1 出る。言うね。そうそう、ピンじゃなくても出る人いるから。そうそう、 R1 出る、 R1 出る、うん、どうする。うん、まあとりあえずこの感じ。はい、じゃあ、い、あ、はいはい、い、井ノ口さんが探してたよ。いや、これはもう分かる人にはもう芸人の本当にずっと何年もお世話してくれてる井ノ口さんっていう、はい、劇場にいてはるスタッフの方、はい、女性のスタッフの方がいるんですけど、うんうん、がたまにあの探してはるときは、うん、濱家、濱家おる、濱家おる、あ、濱家今どっか行ってんだ、言っときます、おはようございます。井ノ口さん探してたよ。あ、マジで。めっちゃ聞くわ。濱家。はいはい、いい、うん、行ったんちゃう。うわ、行ったんちゃう。 M1 の予選や。はけてきてすぐや。てきて準決勝行ったんちゃう。うわ、決勝行ったんちゃうのやつや。あれは行ったんちゃう。よう聞くよな。これは行ってる。自信あるけど、うん、ちょっと謙遜も込めて、うん、アンサー、今ののアンサーな。行ったんちゃう。行ってる。行ったと思うで。行ったかな。行ったかな。いい多いな。いい多いな。その周りがな。行ったんちゃう。行ったんちゃう名作やけどな。これは聞くで。はい。忙しいやろ。ああ聞く。これはよー。いや聞くな。聞くで。先輩が後輩にっていう言うね。なんかな、忙しいやろ。ショーレースとかで聞くのかな、うん、い、うん、一瞬ネタ飛んで、あー聞くな。忙しいやろ、でも聞くな。言うわ、行ったんちゃう。その辺でしょうね。うん、行く、うん、行く、いいの出てると思いますよ。言うでしょう。はい、う、はい、受けてたで。に言うね。これはあかんかったよな的なことを言われて、いやいや受けてたで。受けてる方やでとか。ああ、受けてる方やでは受けてないからな。これ結構聞く。売れてる人って結局みんなええ人。聞くな。それも聞くな。聞くな。結局人と人の商売やからとかよう聞くな、うんうん、ほんま聞かないかな。う、どうぞ。後ろから出たいんですか。単独ライブとかかな。これ横じゃなくて後ろから出たいんですけど。
だいぶ設定にはよりますけど、なんか聞いたような気はしますね。後ろから出たいんですけど。いや、ね、後ろから出たいんです。客席の方からっていうことやな、コントの設定で。まあ、これはよく聞くというか名言やから一個出しとこうか。内村さんは太いんじゃん。ああ、ノブさんの名言。名言ですね。よく聞くじゃない。よく聞くというか名言はね。山内さんの結婚式に急遽出れなくなって、うん、内村さんの番組が入ったということで、はい、でその時ノブさんがごめんな、内村さんは太いんじゃん。まあ、これもまあ一応出しとこうかぐらいの、うん、うまいこと言わんで、ね、うまいこと言わんで、ね、きつね、きつね、うまいこと言わんでええねん。まあ芸人はうまいこと言わんでええねん。これはでも聞いて、はい、聞いて受けてたのに落とされました。聞いたこと、聞いたことあるよ、ね、あるあるある。いや、受けてたんですけど、受けてたの落とされました。いや、あるある。賞レース周りがやっぱ強いな。あるあるある。あ、受けてたのに落とされました。いいですね、よう聞くわ。受けてたのに落とされました。一受けやったね。一受けやったでもあったか。一受けやったね、うん、次英語か。はい、はい、はい、山内さん。設定やな。あ、よう聞くな。設定やな。竹地さんとかが言ってそう。ああ、言ってそう。袖にはけてきた時、設定やな。林さんとか。 M1 あと何回出れんの。聞くわ。M1 あと何回出れんの。絶対聞くもんな。うわ、うん、NSC ちゃうねや。ああ、あるな。NSC ちゃうねや。一般なんや。いるもん、ノースタさんとかな。学天則とかね。ちゃうねや。そうそう。え、はい、はい、エロい服着た子おるよな。なんか営業先とか劇場とかね。右の方になんかエロい服着た子おるよな。ちょっと山内さんさっき言いましたね、はい、え、昨日あの後2軒行ったの。あるな、うん、え、マジで1軒目で相当酔ってなかった。あの後2軒行ったの。大丈夫、はい、え、はい、円卓のテーブルでの営業も全然受けへん。聞くわ。受けへんし、うん、実際受けへん。実際受けへん。みんな食事するから。自然と半分は後ろ向いてることになる。円卓やから。円卓は、うん、これじゃない、シンプルに、はい、え、営業行ってる。あー、聞くな。行ってますよ。はい、あ、営業行ってる、うん、ほんま行ってます。だって逆に、いや、最近行けてないねんな。行ってないですね。全然行ってますね、僕ら。週末吉本とか。週末。これも絶対一回は聞かれてる、うん、え、エミチャンネル出たことある。あー、うん、エミチャンネルの前説行ったことある。もうあるな。余裕あるね、エミチャンネルの前説。これあるんじゃない。はい、え、営業の社員でなんか変なやつある。あー、よう聞くわ。営業の社員なんか変なやつおるよな、一人おるよな。ハンチングかぶってるやつや。そうそうそう。そうそう、あいつ変よな。あー、いいっすね、出ましたね。はい、言うじゃん。あー、よう聞くわ。営業の社員でなんか変なやつおるよ。ああ、いいですね。A はそれ出ましたね。お、お、ラスト。はい、はい、大阪の社員って変なやつ多いよ。言うわ、言うわ。大阪の社員変なやつ多いよ。そうやね、大阪やっぱ変わってんの、変わってんの。これは聞くでしょう、はい、はい、大崎さん今日来てはるらしい。聞くな。みんなピシッとなるよな。大崎さん今日来てはるらしい。これは、うん、岡本社長も一緒だ。聞くわ、聞
くわ。これは老い沼さんもいてはる。老い沼さんも、老い沼さんもいてんのか。これも聞くけど、おっきい社員あれ誰？あ、めっちゃおっきいやつ。あの藤崎のようついてるやつ、ね。ついてるやつとか。セガサミンについてる今。おっきい社員。おっきい社員ってあるけど。おっきい社員さん。これはシンプルに聞くわ。はい。おすすめの後輩って。聞かれるね。最近面白い後輩。ああ情報を入手するために。そうそうそう。お、はい、俺のペットボトルこれ。だいたいみんな同じとこに置くから、ね、そうですね。こう俺のペットボトル、ほら、おい、今からメッセンジャーの黒田さん来るらしい。聞くな。え、俺じゃあさっき帰っとくかな。ちょ、俺帰るわ。言わんといて。言わんといてなかった。お兄ちゃんの方が幽閉やな。聞くな。吉田たち。吉田たちは。聞いたことあるんだけど。はい。小田おるやん。ああ。小田おるやん。全員が一回いじるから、ね。小田さん見つけた時。小田さん見つけた。おい。小田おるやん。おい。先輩や。いろんなとこからおいって聞こえてた。いいんじゃないですか。いいね。オダオルヤ。オダオルヤ。チャンネル登録お願いします。小川？ああ、小川けんなことやね。いや、やってて面白いよこれ。いいね。これちょっとリス今日全部リストアップして最後、うん、コンプリートで1個選ぶみたいな。そうしよう。していこう。そうしよう。はい。